作曲家、サムラ・ゴーチ・マモルさん、50、の、ゴーストライターだったことを、告白した。東邦学園大非常勤講師の新垣、隆さん、43、が、6日、都内で会見し、私は共犯者、申し訳ありませんでした、と、謝罪。さらに、両耳が聞こえないというサムラ・ゴーチさんだが、新垣さんは、聞こえないと、感じたことは一度もない、と、明かし、彼は障害者ではないと、思います、とも語った。記者会見では、18年間で20記憶以上の、楽曲を提供し、約700万円を報酬として、受け取るなど具体的な内容も、明かされたが、同日にサムラ・ゴーチ氏の代理人も、報道陣の取材に応じ、ご本人が耳が聞こえないのは、本当だろうと思っています、と、反論。障害者手帳も確認しているという。さらに、騒動の渦中にある作曲家、サムラ・ゴーチ、マモルさん、名義、の、アルバム、交響曲第1番、広島、が、音楽チャートで21位に、急上昇。レコード会社は、サムラ・ゴーチ、マモルさん名義の、CD の出荷を見合わせることを、決定しているため、駆け込み需要、であると、見られている。作曲家、サムラ・ゴーチ、マモルさん、50、の、ゴーストライターだったことを、告白した。東邦学園大非常勤講師の新垣、隆さん、43、が、6日、都内で会見し、私は共犯者、申し訳ありませんでした、と、謝罪。さらに、